2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がってレフト見送った。ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。大きなリードをもらいました。バッターボックスには7番鈴木。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。真ん中打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。西川が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。3回終わってオリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席はファールフライに倒れています。バファロー打った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく、レフトオーバー。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。バッターボックスは9番吉田。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。体に近いところ、バッターの吉田、今シーズンの得点圏打率は6割。引っ張った、サードが前に来る、取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って水口。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。低め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスは2番新井。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。打った、ライトバックバックバックする、スタンドには届きません。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズなおもチャンスです。3番バッターデイビス、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子がいいぞ。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0。バファローズリードを7点に広げています。バッターは DH 小栗。初球ストライク、外へのボールは入りません。次が3球目、引っ張った、ファーストの左抜けました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには5番クリ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。バファローズこの回7人目のバッターになります。高めのボール打ちました、右中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています。太田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。4回終了7対0。これから5回の裏バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。秋吉が2番手としてマウンドに上がる。この金村、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててるっていうのは好調の証ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。7番バッター鈴木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは振れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース詰まりました。
取ってワンアウトです。バッターボックス山下、いや先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。変化球ボールになります。ボール先行です。真ん中です。次が4球目スライダーできました。ツーボールツーストライクです。打ちました。高い打球センターへ。ここはフライになっています。これは平凡なセンターフライ。センターが取りました。ツーアウトです。さあバッターは吉田。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。3球目は何で来るか。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。5回終わって7対。6回の裏オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは水口。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打ち、この打球はフライになっています。秋吉が抑えています。ワンアウト。バッターボックス新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけどこの打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。秋吉、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは3番デイビス。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼む。打ちました。取った。二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りません。西さん、点差を離している展開なんですがこの後の回どのような戦い方が必要ですか？やっぱりねこういう時こそ雑になっちゃいけないですから次の試合のことも考え。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。5番バッター栗。今日はまだ当たりがありません。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナー引っ張った。これはどうか。1、2塁間を破る。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ノーアウトランナー2塁1塁。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。打ちました。ショート取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックスは7番鈴木。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズランナーを進めています。初球打ち、レフトボールをこぼした。これはレフトのエラーです。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。相手のエラーでの得点、8対1。バファローズなおも2塁1塁のチャンスです。打席には1番バッター山下。初球打ち、バックホームする。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。バッターボックスには代打の粟口。ヒットで満塁としています。打ちました。セカンド取った。一塁送球ツーアウトになりました。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点、9対1。バファローズちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター水口。バファローズ内野ゴロの間にランナーはホームまで帰る。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。8回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは玉井。今シーズン11試合目の登板です。初球空振りです。インドを見送っています。
ボールになります。打ちました。これは浅いフライ。ファウルになります。打ちました。内野を抜けていきます。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスデイビス、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ。危ない球です。ボール先行です。これが3球目。走ってきた。ファウルになります。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。ランナースタート。打ちました。左中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトになっています。真ん中打ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトになっています。初球ボール、打ちました。弾き返した打球は右中間へ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。オリックスバファローズ、球場には大観衆が詰めかけています。パシフィックリホークス、マウンドに上がるのは先発の千賀。大石、打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあホークスはエースが登板ということになります。さあそのエースをバファローズ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。インサイド、落ちました。ヒットになった。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ先制のランナーが1塁です。バッターは新井、そして塁上には俊足の大石。積極的に盗塁を狙ってほしいですね。1塁はセーフ。さあ2球目は何か。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。バファローズチャンスになります。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席にはデイビス入っています。勝負強いバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、タッチして、これは二塁アウトです。バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0。バファローズなおもチャンスです。甘い球は見逃しませんでした。見事タイムリーを放っています。立ち上がりを攻め先制点を奪いました。さあそしてバッターボックスには小栗入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。際どいコース見送っています。外低め決まってストライク。さあ3球目は何か。ストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました。センターへ打球伸びる。さあバックホームするか、取ります。サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。今のバッティングご覧いただきましょう。犠牲フライによる追加点が入っています。
バッターは九里。好調の今シーズン、現在パリーグの首位打者です。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよ、引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ先に点を取ります。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー金村。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、バファローズリードで迎える2回の攻撃です。引っ張った、サード取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターは鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、まずはワンアウトを取っています。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のホークスは2位と首位を追いかけています。高め打ちました、これはどうか、取りました、アウト、2アウト。バッターは注目のルーキー山下。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、2アウトランナーありません。高めのボール、これはどうだ、センターに抜ける、ランナー出ました、オリックスバファローズです。2アウトランナー1塁、バッターは牧、ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド、空振り、155キロがいきなり出ました。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、スタンドに消えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ4対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。その際4点、大きくリードを取りました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく伸びましたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。打順はトップに帰って大石。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった、打った、打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました、オリックスバファローズ5対0。ここ一番の集中力が光ります。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。打順は2番荒井。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。これは内へ外れます。ワンボールツーストライクです。ボールになります。落ちる球できました。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか、痛烈、これはどうか、破りました、センター前、これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。バッターは3番デイビス。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。3塁へ送球、3塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。小栗バッターボックスに入ります。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。犠牲フライも技術がいりますからね。はい、いい仕事でしたよね。見事でしたね。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで序盤3回の攻撃に入りました。インコース変化球決まりません。
バットに当たりません。三振。ワンアウトです。バッターボックス九里、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高め打ちました。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ワンアウトランナー一塁となりました。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。力のあるまっすぐですね。インコースストレート、際どいところに決めました。ノーボールツーストライク。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンドバって三塁に向かう。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスの鈴木、今シーズン得点圏での打率は5割6分6厘。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。打順は8番山下。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球大きな変化球でまずは空振り。打ちました。グラシアル一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナーで。バッターボックスには9番牧師。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さてバッターボックスの牧師、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。ああ、そうですか。打ちました。甲斐抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいとこ投げてきますね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間にツーストライク、三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスには2番新井。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ツーアウトランナーありません。2球目打ちました。ここはフライになっています。グラシアルが抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。打順は3番デイビス。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH 小栗。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。低め見送っています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番クリ。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。バッターボックス金村、ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ打ちました。左中間に大きな打球、この当たりはどうか、フェンス直撃、サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズリードを6点に広げています。初球空振りです。真ん中打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー、サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。8対0。バッターボックスは8番山下。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。二塁へ送球、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。9対0。バファローズなおもチャンスです。9番バッター牧師、
バファローズ、この回7人目のバッターになります。これが初球、ちょっとタイミングはずれました。バッターの牧、今シーズンの得点圏打率は2球目打ちました。今宮、一塁送球、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順はトップに帰って大石、今日はホームランを放っています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、そう、引っ張った、レフトの前に落ちました。ヒット、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、10対0、バファローズちょっと一方的になっています。バッターは2番、新井。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。3球目打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー3塁2塁。まずは見送ります。ワンボール、2球目打ちました。取って3アウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。5回終わって10対0、バファローズのリード広がっています。6回の裏、バファローズのさあマウンドに上がったのは甲斐野、今シーズン26試合目の登板です。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあしっかりと自分の役目を果たしてほしい。打席には5番バッター栗。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ワンアウトランナーありません。バッターは6番金村。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね、いい当たり、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、11対0、さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね、はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね、そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。低め外れました。打ちに決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。打球は切れてスタンドへ入り、これは三塁側のスタンドに入ります。ファウルになります。さあ7球目は何か、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズラッキーセブンの攻撃になります。8番バッター山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。打ちました、伸びていく、この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは9番牧、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。グラシアル掴んで一塁アウト、打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、4球で2アウトになっています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。打ち上げた、ここは打ち上げています。変化球に泳がされて取りました、アウト。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、打席には2番バッター新井、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。
バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。次が3球目ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。低め外れました。これはファーストコラス抑えて一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッターデイビス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。甲斐野まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目いいとこ投げてきますね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。三振です。ツーアウトになっています。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ジャストミート、センター下がっていく下がっていく、ライトセンター見送った。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。12対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は5番クリ。バファローズホームランで得点を挙げています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。打ち上げました。これは大きい、伸びていく。これはフェンスの手前。3球目打っていきましたが最後はライトフライ掴んで3アウトです。オリックスバファローズ打ちに打ちました。球場には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの22回戦です。ホークスマウンドに上がるのは先発の松本。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは大石。昨日はホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。初球打ち、スタンド一直線、レフト一歩も動けない、スタンドも越えていった。先制ホームランです。バファローズ初回にいきなり飛び出しましたソロホームラン。バファローズ1点を先制しました。1対0。見事な一発が飛び出しました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。このゲームホームランで幕を開けました。バッターは注目のルーキー新井。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります。打ちました。打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターボックスには指名打者の小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。
大きく外しています。低め、落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが落下点に入ります。甲斐が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ先手を取るソロホームランが出ました。2回裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは九里。好調の今シーズン現在パリーグの首位打者です。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう2、3打ちました。痛烈な打球伸びていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。その差を2点と開いています。それにしても低い弾道で一直線に行きました。普通ならフェンスに当たってたと思いますけどね。よく伸びましたよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。バッターは注目のルーキー金村。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズホームランで打ちました。これは入りますね。スタンド一直線、文句な、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターは鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。バファローズホームランで追加点を挙げている。打った、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。突き刺さった。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0。ここ一番の集中力が光ります。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。この前半戦で試合を決めにかかっています。バッターは注目のルーキー山下。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。バファローズホームランで得点を挙げています。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは牧。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが出たのは良かったですよね。打った、下がっていく、下がっていく、レフトポール際、判定はファウル。引っ張った、取った、一塁送球。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。一発欲しい。初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、場外まで飛んだ。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張って、なんと球場の外まで持っていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。見事な一発が飛び出しました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。2番バッター新井。バファローズホームランで得点を挙げています。さあ、初球は何か。引っ張った、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ワンアウトランナー二塁となりました。
初球は何で来るか。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで4連打。ワンアウトランナー3塁1塁。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナー3塁1塁。痛烈、切れました。ファールボール。バッターボックスの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分6厘となっています。素晴らしい数字ですね。さすが。打ちました。取った。2塁を送ります。アウト。ここは2塁をアウトにしています。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点。7対0。バファローズリードを7点に広げています。バッターボックスには5番クリ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。バファローズゴロの間にランナー帰っています。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。これから3回。赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる印象がありますね。本当そうですよね。甘い球を見逃しません。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。外に逃げていくボール、よく見ています。三塁線、松田取って、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは7番鈴木。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ。2球目は何で来るか。変化球持ってきました。あっという間に2ストライクです。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナー1塁です。2球目打ちました。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックス牧。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。2球目打ちました。今宮が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウト満塁です。初球打ち、スタンド一直線、ライト一歩も動けない、スタンドも越えていった。満塁ホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張った打球は場外に消えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには3番ドレイパー。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。この打球は、このフライは切れそう。切りました。ファールボールです。今の球は仕留めたかったですよね。そのようですね。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライク。打ちました。浅いフライ。ここはフライになっています。落下点に入ります。しかしこの回バファローズ満塁ホームランで追加点を挙げています。
オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは小栗、先ほどの打席で打点を挙げています。まあ点が入ったのは良かったですけど、バッティングはちょっと不甲斐なかったですよね。今度はいいバッティングを期待したいですよね。そうですよね。バファローズ大井が打ちました。いい当たりだ。高く上がった。頭上入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対0。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。5番バッター栗、バファローズホームランで得点を挙げています。今日は先発全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、打線は絶好調ですね。そうですね。まあこうなってくるとチーム全体がイケイケになってきますからね。はい。さあ勢いに乗っていきたいところ。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。13対0。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打席には6番バッター金村。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。さて今日のホークスの先発は序盤大量失点で交代した松本。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました。牽制、一塁はセーフ。このボール2ストライクです。振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターボックス山下、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターは9番牧。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。アウトコース外れます。ボール先行です。一塁牽制セーフ。ファウルになります。引っ張った。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。これから5回の裏、さあマウンドを任されたのはモイネロ。今シーズン45試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。打ちました。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。2番バッター新井、先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。まず何を投げてくるか。初球空振りです。これが2球目。インコース決まった。ノーボールツーストライク。インコースボール。打ちました。セカンド取った。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。バッターの小栗、ここのところ5試合でホームラン5本を含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると。打った、高く上がった。外野へまだ伸びている。ライト深いところ破っていきました。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。14対0。バファローズちょっと一方的になってきました。打ちました。今宮、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。5回終わって14対0。バファローズのリード広がっています。1回の裏、この回の先頭バッター大石、出鼻をくじく一発。バファローズ一振りで先制。
6回の裏バファローズの攻撃。打順は6番金村。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。4球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には7番バッター鈴木。今日はホームランを放っています。前の打席はタイミング打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何から入ってくるか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。バットを出していきましたが空振りです。ワンボールツーストライクです。バッターの山下、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで5厘となっています。いやすごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強みですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。ああそうですか。まずは変化球から入りました。打った、センターに大きな打球。さあどうだ。柳田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありません。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど。今日はしっかり捉えた。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対2になりました。さらに1点を追加します。リードをさらに。バッターボックスは2番新井。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんでどんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。ファウルになります。低めは外れました。さあ勝負してくるのか。打ちました。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。3番バッタードレイパー、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナー。バッターボックスには代打のデイビス。まあこの場面しっかりつなげていくことが大事でしょうね。さあまず1球目引っ張った。これはどうだ。三遊間抜ける。これで3連打。ノーアウトランナー2塁1塁。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。高い打球、ライトが追いかける、追いかける、スタンドも越えていった。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張ってなんと球場の外まで持っていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ主砲の一振り。バッターボックスは5番クリ。バファローズホームランで得点を挙げています。初球大きく外れています。さあ2球目は何か。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスには6番金村。バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。まあここは狙い球を絞ってそれが来たらフルスイングですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これが今シーズン300本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。ホークスピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは甲斐野。今シーズン27試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。
インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー三塁一塁。山下、まず変化球決まってワンストライク。次が2球目、これは手が出ないか。ストライクを先行させていきます。追い込みました。真ん中打ちました。切れていきます。ファウル、ツーストライクです。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。センターバック、入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。大量リード、さらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、ここ一番の集中力が光ります。打席には9番バッター牧。バファローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。打った。グラシアル掴んでワンアウト。この大石、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。大きく外れました。内へ低めに変化しました。打ちました。ヒットになった。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス新井、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライト見送った。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、見事な一発が飛び出しました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げて打ちました。これは浅いフライ、この打球はフライになっています。積極的に行きましたがレフト掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。打ちました。浅いフライ、この打球は落ちるか。どうだ。ストレートを打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んでスリーアウトです。8回の裏バファローズの攻撃、バッターボックス栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びました。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打った、これは行くでしょうね。確信したか。ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。よく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。ボール先行です。真ん中へ、スリーボールワンストライクです。打ち上げた。5球目打っていきましたがファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。打席には8番バッター山下、先ほどの打席でスリーランホームランを